こんにちは。今回の動画は企業案件でございます。企業案件というのは、要するに企業さんからお金をいただいてこの動画を出すということをやってるんですけども、ただ一応言っておきますが、金額が勝手に言うと良くないと思うんですけど、そんななんかとんでもないべらぼうに高い金額いただいてるわけじゃなくて、私も宣伝するんで、ちょっとだけいただいたんですけども、もうほぼ、なんですか、私からもね、この企画の成功に協力できたらいいなと思って出してる動画ですし、視聴者の皆さんもこういうのがあるよという紹介ができれば十分だと思います。これですね、阪急交通社という、これ社が抜けてますが、旅行会社さんから、こういうお話をいただきまして、そこのね、長崎支店さんからのお話なんですけども、急行九十九島号の、復活運転をするということで、それについての参加者の募集が昨日から始まったそうです。で、このですね、長崎駅が今度の3月の28日かな、それで、すごい昔からのね、駅がすごいいい駅なんですよ、長崎駅は。味のある駅なんですが、その駅、が、廃止されてしまいまして、その、昔の一列に並んだホームもなくなり、新しい、高架ホームに変わります。で、それに関しても古いホームがなくなってしまい、新しくなるんで、その記念の運行ということなんですけども、その、昔ながらの長崎駅を出発して、長崎本線を東に進み、そこから大村線に入って、さらに今度は、佐世保線に入って武雄温泉まで行くというのが、今回のツアーです。で、これは、今度ですね、九州新幹線が新しく、西ルートということでできるわけでして、長崎駅が上になるのも、その関係なんですけども、その在来線のルートをたどってみようという趣旨のものと、思われます。今度ね、九州新幹線の西ルートって新しくできるんですけども、それはまだ今のね、九州新幹線の博多から鹿児島中央まで行って、その路線と接続はしておりませんで、途中の武雄温泉というところから、おおむねこのルートに沿って新幹線が走るようになります。で、その新幹線ルートの、一番古いルートをこう辿ろうという趣旨が、この、急行九十九島号の、おそらく、メインの目的と思われます。で、この長崎駅をですね、日付、平日なんですけども、3月の25日水曜日に、長崎を出発して、浦上に進んだと一駅お隣ですが、長崎本線が二手に分かれます。長代周りの海の際を走る、急線、景色がすごくいい、しかし列車の本数は少ないです。長代周り急線と、こちら、一縫の周り、長いトンネルをですね、貫いてバーッと走る、うわ速いなみたいな、どっちも面白いんですが、新線なんですけども、こちらの旧ルートを通ることになります。で、長屋をぐるっと回ってから、今度、もう一回、紀吉というところから長崎本線が2つ合流するんですけども、そして、諫早。諫早からは、ここに大村湾という海がありまして、うちのチャンネルでもね、散々大村湾については紹介してて、私の好きな海でもあるんですが、おおむねこんな感じの海があって、なんならこっちにも海はあってですね、海はいっぱいあるんですけども、この大村湾の、際を沿って走るように、大村湾に乗って進みます。この区間はね、この大村線に関してはいつもこの急行九十九島号に使われるキハ 66K という車両が、大村線で快速シーサイドライナーとして走ってますので、それはね、別にそんなこの区間を走ることについてはここだけだったら珍しくはないんですけど、ここの、急線を通ってこっち直通して、それで武雄温泉までここから先まで進んでいるのは貴重だと。もうちょっと話を進めます。で、大村線に入って、いつもは廃棄から先、さらにこっちにある佐世保に向かうんですが、佐世保ではなく、この廃棄から先、進行方向を切り替えて、これ佐賀県の、峠を越えてですね、有田焼の、煙突とかも見ながら武雄温泉に行くと。ちなみに今日もう一本動画出しますけど、今日の動画で、この廃棄から、武雄温泉まで、守っていけば、私門司港までその列車に乗ったんですけど、5時間かけて走る、九州で最長時間走る普通列車があるんですけど、その動画出しますんで、ここはまだ暗いところですが、参考にしてみてください。ここは普段走らない区間、ここはキハ66が全く走らないということはなくて、普通に走ってますけども、しかし、乗ることはそんな簡単じゃなくて、こういう直通運転はあんましないようなところでございます。で、それで武雄温泉で、この、急行九十九島号の、運転もありです。で、九十九島という列車が何なのかについても説明しないといけないですね。これはですね、もともとは、今の特急緑号が、走ってますけど、在来線特急緑の前身として、前身なのかな、運行されていた、急行列車でして、2つルートがあったんですけども、長崎から来てですね、この廃棄まで来た後分割して、佐世保に行く編成と、それから長崎方面に行く編成が、九十九島ってこの辺にあるね、松島みたいなやつですよね、すごい綺麗な海で、
おお、私も一回見たときね、すごい良かったんですけども、まあ、そこからさらに長崎に行く編成もありまして、多分ですけど、当時のヘッドマークをこう、多分っていうか、やると思います、九十九島っていう、 こう看板をね、車両の前にくっつけて走る。で、使用する車両は国鉄からの、キハ66、67系といいまして、うちのチャンネルでもね、泣く子も黙る爆音機動車とか、そういう感じで何度か紹介しておりますが、今は爆音機動車ではなくなったんですけども、車内はね、今の新快速とか、それ の, もう源となっているとされる、山陽新幹線ができた時、1975年ですか、山陽新幹線が博多まで開業した時にデビューした車となっております。で、それに看板つけて、昔の、急行列車の、再現をすると。で、武雄温泉に着きましたら、そこからは、バスに乗り換えて博多まで送ってもらうという話です。で、博多でですね、まだ博多へとは書いたんですが、実際には博多じゃなくて福岡市の東区って言ったかな、東の方にですね、行きまして、貝塚公園というのがあるんですが、公園の中に信号機とかが、ね、いっぱい飾ったら面白いとかなんですけど、うちのチャンネルでも紹介しました20系のブルートレインに、ね、使われていた、古い客車がありますが、それを40分ぐらい見に行くそうです。で、それを見て、その後博多駅に戻り、もし長崎に戻らないでもうこう言って行くだけでよければ博多駅で降りて、はい解散ということになる。で、一方で、博多から、そのままもし長崎まで帰りたい、まあ、つまりこの動画をご覧になっている方で長崎の方もおられると思うんですが、まあ、長崎の方はね、そのまま帰れた方がいいじゃないですか。そしたら帰りはそのままバスで長崎まで送ってあげますというものでして、全ての移動距離が200キロぐらいと書いてありましたね。これは私の案内は一応これもちろん仕事でやらせていただいているわけですけども、公式な案内がですね、ちゃんとウェブページがありますんで、この動画の概要欄ですとか、それからコメント欄の一番上に書いておくと思いますから、それを皆さん、お読みの上、空きがある、多分定員はね、これは80名とかかな、多分です。これ今の80名って何も私聞いてないから、ただ想像なんですけど、車両多分2両編成だと思うんで、そんなに、ね、大量の、お客さんが乗るようなことには、ならないと思いますけれど、こんなツアーがありますので、料金はお一人様で、2万円で、3月25日水曜日1日限りの、開催と、なっております。その、お知らせでございました。まあ、こういう情報って、ね、どこで仕入れてくるのかっていうと、まあ、本当のガチ勢鉄道マニアみたいな人はツイッターとかで情報収集をするんですけども、まあ、そういう、ね、情報収集体制が整ってない人なんかは、こういう珍しい列車ってどこで走ってるんですかって聞かれる場合もありますんで、そういうのに興味がある方にはね、私からもお知らせできていい機会だったかなと思いました。じゃあ興味ある方は、申し込んでみてください。じゃあどうもありがとうございます。